斉藤圭介は、千葉県泉郡大原町出身の元プロ野球選手。泉市立にわ小学校2年の時から、地元の子供会でソフトボールを始め、小学5年の時に、地元のソフトボールクラブ、大原マリーンズに入団。大原中では、軟式野球部に入部し、3年時に、千葉県ベスト8入り。千葉行大福幸に進学後は、2年春に一類種、県投手として、 第79回選抜高等学校野球大会に出場。エースとなった3年時は春夏連続で甲子園に出場し、春の第80回選抜高等学校野球大会ではベスト4進出。夏の第90回全国高等学校野球選手権記念大会では浦添商業校に9-12で2回戦敗退。甲子園後は 高校日本選抜の一員として、ブラジル遠征に参加した。夏の県大会から4番を打つようになった。また、一学年上に、マルカ校がいた。2008年10月30日、プロ野球ドラフト会議で読売ジャイアンツから3位指名を受け、同年11月18日に契約金5000万、年俸500万で仮契約を結んだ。 2009年は右肩を脱臼してしまい、シーズンを棒に振ってしまう。2010年は8月9日に東京ドームで行われた試合に登板し、今季ファーム初勝利を挙げた。8月25日にはチーム初完封勝利を挙げた。イースタンリーグで10試合に登板し、3勝1敗、防御率3.74、関東勝利1回の成績を残す。二千十一年は六月に、 右肩関節唇を損傷する。この怪我は選手生命に影響のあるほどの怪我であった。11月16日、自由契約となるが、11月25日に育成契約を結んだ。2012年は前年の怪我のリハビリに励むも、10月31日、戦力外通告を受け対談。その後、12球団合同トライアウトに参加するも、 獲得球団は現れなかった。しかし、現役続行を希望した。2013年、もう一度プロを目指すためアメリカ合衆国でトレーニングを積み、6月にカナダの独立リーグであるインターカウンティー・ベースボールリーグのキッチナー・パンサーズに入団することが決定した。同年12月に帰国。2014年1月より、 巨人時代にチームメイトであった川口博との紹介でゴールドジムでインストラクターを務めた。また、プロ野球復帰を目差し、同社の社会人野球クラブチームのシンクフィットネスゴールド S ジムベースボールクラブにも所属していたが、右肩の故障が言えずに6月に退社し、11月に手術を受けるも現役復帰を断念した。そして、 11月からアルバイトで働いていた建設会社の正社員となる一方、同社の経営者が OB という縁で千葉県立調整高等学校の野球部のコーチに就任した。ありがとうございます。